乃木坂46が昨日8月30日に東京明治神宮野球場にて野外公演真夏の全国ツアー2016フォースイヤーバースデーライブの最終公演を開催した。DN7 トミパンがお伝えします。このイベントは、乃木坂46が6月から開催していたもので、深川舞の卒業公演を含め、全16公演で約18万人を動員。明治神宮野球場で実施された8月28日から30日までの3日間はフォースイヤーバースデーライブと銘打たれ、メンバーはこれまでリリースした全112曲を3日間で全て披露した。最終公演は10シングル何度目の青空かでスタート。センターの生田絵梨花がソロで歌い始めたこの曲は、そのまま選抜メンバーがしっとりと同曲を歌い上げる。その後は、神宮、最終日盛り上がっていくぞ、皆さん、もっと声出ますよね、とメンバーがファンを煽り、転がった鐘を鳴らせお披露。メンバーはトロッコで客席間を移動しながら、水鉄砲でファンへ水をかけて回った。その後もグループは、命は美しい、太陽ノックと、各シングル収録曲をリリース順に披露していく。それぞれのブロックが始まる前には、シングル発売当時の乃木坂46を紹介する VTR が放映され、ファンは彼女たちの歴史を改めてたどりながら、ライブを堪能していった。シングルの他にも、アンダー曲やユニット曲などのカップリングも全曲披露されたこの日。西野、七瀬のソロ曲、ごめんねずっとでは、緑色のペンライトがフロアを染め、西野が感激の涙を流す場面もあった。またソフトバンクのテレビ CM で、乃木坂メンバー扮する伊賀200が CM ソング、200ギガあげちゃうを歌唱する一幕も、演奏後には、参加メンバーが CM 撮影時のエピソードを語った。6月に卒業した深川舞がセンターを務めていたフォースシングル、春ジオンが咲く頃では、深川の代わりに川子、春菜がセンターを担当。イントロに合わせて川子の姿がスクリーンに大写しになると会場から大歓声が上がる。その後の MC で川子はセンターを務めたことについてすごく不安で緊張してたんですけど大好きなマイマイのポジションをやらせていただけるのは嬉しかったです。私の春ジオンが、マイマイに届いてたらいいな、と思いを語った。最新シングル、裸足でサマーの歌唱時は、この日、最もバラエティ豊かな内容に、生田による、命の真実ミュージカル、リンゴ売りと、カメムシでは、生田がミュージカルさながらに情感たっぷりの歌声とセリフを聞かせ、続く、白米様では、松村さゆり、佐々木琴子、寺田蘭世、伊藤花凛の4人からなる、さゆりんご軍団が、リンゴをイメージした衣装でキュートに歌唱。白石麻衣のソロ曲オフショアガールでは花冠をつけた白石が花道を駆け回り、ファンはタオルを回して熱演に応えた。さらにアンダーメンバーの楽曲シークレットグラフィティでは樋口ひなが初のセンターポジションでパフォーマンスした。
本編、最後に披露されたのは、裸足でサマー。演奏前には、斉藤飛鳥が、今曲で、センターを務めることに至るまでの、ダイジェスト映像が流れる。そして、花火と共に、曲が始まると斉藤は、感極まって、目にたっぷりと、涙をためながら、パフォーマンスをした。本編で112曲もの楽曲を届けた彼女たちはアンコールで再びステージに現れると安堵した表情で夏のフリー&イージーガールズルールという夏曲を元気いっぱいに歌唱。ニューシングル、タイトル未定のリリース発表を挟み、乃木坂の歌でライブを締めくくった。かと思いきや、ファンからの止まぬアンコールに応えて、三度ステージに姿を現した。最後に、おいでシャンプーを届けて、全16公演に及んだ、真夏の全国ツアー2016と、3日間かけて行われた、フォースイヤーバースデーライブの幕を下ろした。また、多くの方々にご視聴いただけますよう、願って、拡散を希望しております。もし、よろしければグッドボタンを押していただけましたら、大変、励みになります。チャンネル登録も、していただけると幸いです。トロイドニュース7、トーカーのトミパンでした。最後までご視聴ありがとうございます。